目黒蓮主演、海の始まりのクランクインに密着。過去の恋人、水木との大学時代のシーンからスタート。スノーマン、目黒蓮が主演を務める月9ドラマ、海の始まり、毎週月曜夜9時から9時54分、フジテレビ系が7月にスタート。5月それが史実にクランクインを迎えた本作の現場の様子をリポートする。親子の愛をテーマにしたオリジナル作品本作は、脚本、産方美久、風間大輝監督、村瀬健プロデューサーのサイレント、2022年フジテレビ系チームが集結し制作する親子の愛をテーマにした完全オリジナル作品。月岡夏、目黒は大学時代、ふとしたきっかけで付き合うようになった同級生、南雲水希と幸せな日々を送っていた。しかし、就職活動を迎えようとしていたある日、突然彼女から別れを切り出され、そのまま二人は別れることに。それから7年が経ち、新しい人生を歩んでいた夏は、恋人、百瀬弥生、有村架純と一緒にご飯を食べている時に、大学時代の友人からの連絡で水木が亡くなったことを知る。別れを告げられて以来一度も会うことがなかったこともあり、その事実に実感が湧かないまま葬式へと向かった夏は、そこで海、泉谷聖奈という名の幼い女の子と出会う。その女の子が、水木の子供だということを知った夏は驚きを隠せない。そして彼女の母親から、自分が海の父親だと聞かされる。自分の知らないところで、水木が自分との間にできた子供を産み、何も言わずにその子供を育てていたことを知った夏は、水木と海が過ごした7年という月日に思いを馳せる。